皆さんこんにちは。さくらチップスは日本語リスニングのポッドキャストです。 There is transcript in Japanese and English on my website。 今日のテーマは習い事についてです。皆さんは何か習い事をしていますか？毎週日本語のレッスンを受けている人もいるかと思います。他にもヨガだったり、あとはジム、そして他はスポーツとか、あと料理のレッスンも受けている人がいるかもしれません。私は今は何も習い事はしていませんが、もうすぐ新しい習い事を始めようと思っています。それはフラダンスとタヒチアンダンスです。ハワイのダンスですね。これは以前、フラダンスハワイアンフェスティバルに行ってきて、そこでフラダンスのショーを見ました。そこですごく楽しそうで、私もやってみたいなと思って始めました。で、今日までは、2回ほど体験レッスンに行って、あと家でも YouTube を見ながら練習したりしました。今ね、2週間ぐらい経ったのですが、いまだに熱も冷めず、やりたいなという感情がずっとあるので、これはもう始めてみたいと思います。で、フラダンスは家で練習しようかなと思います。そしてスクールではタヒチアンダンスを習いたいと思います。タヒチアンダンスは、動きがですね、速くて難しいです。ですが、難しいからこそ練習したいなと思えるので、これはぜひ新しい習い事としてチャレンジしてみたいと思います。まだね、始めたばかりで何もできないのですが、これからたくさん練習して上手になりたいと思います。皆さんは何か習い事をしていますか？それでは今日はこの辺で終わりにしようと思います。If you want to help us continue to create podcasts like this, please consider making a small monthly contribution at sakuratips.com.You can get Japanese chair twice a month. Check the description box. じゃあ、またねー。